やると決めたことを最後までやり抜ける子供の育て方そういうことですよねはい、こんにちはライフコーチのミスターオカチです今日も来てくれてありがとうございますお子さんを見ていてこのようなことはありませんかやりたいことが特にない自分なんて無理が口癖何をやっても最後まで続かない子供の時の僕がそうでした 言いたいことも言えないやりたいこともできず我慢と諦めの人生でした。そんな僕が ある力を身につけることで営業マン時代はトップセールスマン賞を受賞し全ての会社のアワードを総なめにしました英語ゼロの状態から5年間必死で英語を勉強しアメリカの大学院に合格しましたそして家族そしてみんなの反対を押し切って自分がやりたいことを立ち上げて起業しこの10年間 子供に対して夢中になれる教育を提供してきたんです投げ出す人間からやり抜ける人間に変わりましたはっきりと言いますお子さんの将来の成功を決めるのは学力でも才能でも IQ でも運動神経でもありませんライフスキルです ライフスキルを身につければどんな子でも生まれ持った魅力や才能を発揮してそしてやると決めたことを最後までやり抜き社会でたくましくそして自分らしく幸せに生きていける今回は1万人以上の子どもにライフスキルを教えてきたキッズコーチの僕がやり抜く子の育て方を解説しますこの動画を最後まで見ていただければ やり抜く子を育てるための考え方や子供とのご家庭での関わり方が分かりあなたらしい子育てがきっと見つかると思いますので最後までご視聴くださいこのチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さんそして子どもの教育に関わる方に向けてやり抜く子の育て方を具体的な行動習慣に落として紹介しています。 興味のある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえれば嬉しいですあと SNS でも毎日配信してますので概要欄からつながってくださいまずは現状を把握するためのチェックテストです投げ出すこの行動習慣に関する質問が10個ありますあなたのお子さんはいくつ当てはまりますか失敗を恐れる新しいことに挑戦しない いつも他人と比べる自分なんて無理が口癖輪の中になかなか入れない授業中手を挙げて発表できない言い訳ばかりする宿題をいやいややる特にやりたいことがない何をやっても続かないあくまでも一つの目安ですがこちらの項目が一つでも当てはまるお子さんは ライフスキルが低いことが考えられますこの状態がずっと続くと新しい能力を身につけることができず成長でききず成長ませんどこに行っても友達や仲間チームを育むことが難しくそして自立できないで新しいことを任された新しい変化が起きたときに不安や心配恐れが湧き出てきて一歩前に踏み出せない行動できないだから自分の力を発揮できないそれによって 幸せに生きるのが難しくなっていきます。こちらはライフスキルの高いやり抜く子の行動習慣です。失敗を恐れない、新しいことに自ら進んで挑戦する、他人からの評価を気にしすぎない、自分ならできるが口癖、自分で仲間を集めて遊びを考える、 自分の意見を堂々と話せる。自分で考えて自分で決められる。親に言われなくても宿題を楽しんでやる。自分の将来が楽しみだ。決めたことを最後までやり抜ける。一言で言えば、やり抜く子はいつでもどこでも自分の能力を発揮してたくましく生きられる。 テストの点数がいいだけじゃなくて、スポーツをやってる時だけ輝いているんじゃなくて、学校を出ても、教室を出ても、スポットライトを浴びていない時でも、いつでもどこでも、社会でも、コミュニティでも、中学行っても、高校行っても、大学に行っても、どこでも自分の力を発揮して、自分らしく生きることができる。それが、やり抜く子なんです。でも、大丈夫です。 お子さんが投げ出す子の行動習慣に当てはまっていたとしてもどうか安心してください先ほどもお伝えしたようにライフスキルはどの年齢からでででももいつ高めることができます実際僕はこれまで1万人以上の子どもと向き合ってきましたけどライフスキルを高めてそしてやり抜く子の行動習慣を実践することで投げ出す子からやり抜く子へ変わっていくそんなお子さんをたくさん見てきました それではどうやったらライフスキルを高めてやり抜く子になれるのかこれを今から解説していきますまずはその前にライフスキルとは何かですライフスキルとは一言で言えば目には見えない学校のテストでは測れない生きる力です近年では非認知能力として注目されています僕の学校では 僕が留学していた時に働いていた世界最大級のライフスキル教育機関であるファースト T の哲学を取り入れてこのライフスキルを4つに分類しています自分を知る力自分の感情や思考強みや弱みを理解し自分を大事に思える能力自己認識自己肯定感自己効力感自分にはできると思える感覚 二、人とつながる力。周りの人と良い関係性を築く能力。相手も自分も大切にしたコミュニケーション能力、共感力、チームワーク。三、夢を実現する力。自分が決めた目標を達成する能力。計画性、創造性、やり抜く力。四、問題を解決する力。 問題やトラブルを適切に対処する能力自制心考える力怒りや不安をコントロールするそして立ち上がるレジリエンス、回復性。これまでの日本の教育は認知能力の向上にフォーカスしていましたよりたくさんの知識を覚え誰が一番早くたった一つの正解を見つけることができるかな知識詰め込み型の教育です 正解は一つ。しかし、2020年の教育改革により、非認知能力、いわゆるライフスキューの向上に教育がシフトすることに決まりました。 これまでのように、教団で先生が言うてることをノートに必死で書き写す。そういう授業ではなくなって、自分で考えたことを発表する。で、みんなの意見を聞いて、みんなで一つの答えを作っていく。そして答え、その答えに向かって行動していく中で、ああでもない、こうでもないって試行錯誤しながら、ブラッシュアップしながら、トライアンドエラーしながら、みんなが幸せになる、楽しくなる答えを見つけていく。そのような、アクティブラーニング 方双方向の授業に変わっていきますそしてこれからは学校だけではなく社会でもそのような非認知能力ライフスキルがますます重要になってくると言われていますなぜライフスキルそして非認知能力がこれほど注目されているのかそれはノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマン教授の幼児教育の研究がきっかけです研究結果によれば 幼少期にライフスキル教育を受けている子は受けていない子と比べてその後の進学率、平均所得、犯罪などの問題行動に大きな差が生まれました。またその他の研究で IQ や学力を高めめる早期の詰め込み教育はその後の学力の向上にはつながらないということが分かりましたまたライフスキルを高めることで学力などの認知能力も向上するということも明らかになっていますそしてライフスキル非認知能力は何歳からでも高めることができそのライフスキルが高い人は比較的人生の満足度も高く精神的にも健康な毎日を過ごせ よよううにななるそのような結果も明らかにされていますもちろん学力や専門的な知識や能力を身につけることこれは社会でで生きていくためには大切なことですただどれだけいい学校に行ってもどれだけいい点数を取ったとしてもその土台にライフスキルがなかったら自分が学んだこと身につけたことを社会で発揮できないんです。 どれだけ英語力が高かったとしても、相手の気持ちを読み取ることができなかったら、外国人と友達になることはできません。どれだけパソコンの専門知識が高くても、素晴らしい知識を持っていたとしても、自分なんてどうせ無理や。これを販売しても断られるって、自己肯定感が低かったら、販売しない。つまり売れない。望んでる結果を手に入れることができないんです。だから、お子さんが学んできたその勉強、そして才能、知識。 それを生かすすすもも殺ライフスキル次第ですそれではどうやったらライフスキルが高まるのでしょうか4つのコーチング哲学を紹介します1アクティビティベースで体験から学ぶ人間が成長するために一番大切なことは やっっててみみるるるここことととででですすすす体験使なん学んだことをやってみる覚えたことを試してみるそれをやってみた結果あもっとこうやったらいいなああやったらよかったなうまくいったなうまくいかなかったなそういうことをああだこうだ試行錯誤しながら心と体を動かして体験実践していく過程の中で想像する力考える力友達に遊びを提案する力そのようなライフスキルが身についていく ですそして体験する上で大切なことそれは楽しむことです間違いを指摘したりそこは違うよこうじゃないよああじゃないよっていうふうに口出しされるとどんどん楽しくなくなっていきますだからこうやったら失敗するかなって思うことがあっても黙って見守る 笑顔で見守る。もうやってみるっていうことだけで100点あげてください。やった後の成果がうまくいってる、うまくいってない。それはまた後の話です。やったことに100点。ナイストライです。それに100点あげて、えー、細かいことには口出ししない。それぐらいの気持ちで見守ることが大切です。2、マスタリードリブン。プロセスと向き合う。勝つためには、 勝つことを忘れることが大切だこの言葉はアメリカにいた指導教授から教わった言葉ですそうなんです勝つことを忘れることで自分のパフォーマンスが100%発揮できるそのように教授は言ってましたなぜなら結果というものは自分にコントロールできないからです 優勝したい、たけしんに勝ちたい、英検3級取りたい、100点取りたい、結果にコミットすることは大切なんですけど、どれだけ努力しても、どれだけ準備して、どれだけ勉強したとしても、結果が出るかどうかは分かりません、コントロールできないんです。だから、めちゃくちゃ努力して、100点取れなかった、そういうことが積み重なっていけば、自分は頑張ってもだめなんだ、無理なんだ。 やっても無駄なんだという無力感がどんどん増えていき何事にも挑戦できなくなるんですこれは心理学でいうと学習性無力感と呼ばれていますだからコントロールできないことをにフォーカスするのではなく子供がコントロールできることにフォーカスできるように支援していくそれが親の役割そして大人の役割ではないかと考えていますコントロールできることはどれだけ準備したのかどれだけ、えー 計画しして頑張ったたののか、か、努力したのかそしてこの一日どれだけ本気でできたのかそれは自分で100%コントロールできることです結果ではなくプロセスに目を向けた言葉がけそして環境づくりをしていくことが大切です3エンパワーユース責任を持たせる自分が信じているお父さんやお母さんに任せてもらえた その感覚が子供の自信を育てていくんです。どんなちっちゃなことでも OK です。お皿洗い、弟のお世話、買い物、どんなことでもいい。信頼して任せましょう。この信頼するのがポイントです。心配するのではありません。 大丈夫かな失敗するんじゃないかな怪我するんじゃないかな事故したらどうしようこのように子供がやることを心配ばかりしていたら子供の自信はどんどんなくなっていきます。一番大切で信じているお父さんやお母さんに僕は信じてもらえていないんだ。そのような気持ちになると一歩踏み出せなくなるんです。だから心配するのではなく信頼する。任せたら口出ししない。そして結果は期待しない。もちろん でその後にもっとこうしたらよかったねっていう話し合いはも,も設けても大丈夫ですけど結果は求めない信頼したら口出ししない結果は期待せず任せるということその任せるということが子供の自信を育てていきます4これが一番大切です Continuous Learning 背中で見せる子供は大人の言葉以上に大人の行動をじーっと見てます 勉強しないと困るよって言っときながら、その大人が全然勉強していなかったら、子供も 勉強しませんだって勉強しなくても大人困ってないもんそうなっちゃうんですだから子供にやってほしい行動があるなら自分がやるということ率先して見本を見せるということこれがとても大切です完璧にできてなくてもいいです100点でなくても大丈夫ですむしろ不完全な方がちょうどいい不完全だけど宣言してやってみてその成長していく姿を見せるその人間が成長していく姿を見せる 姿が一番力を与えるんです僕もそうやってます子供たちに言いました YouTuber になるってまだ動画を一つも 投稿してない。その状態で言いました。ほんまにできるんかみんなに言われました。でも僕はそれから毎日毎日 YouTube を投稿し続,け、ま、し続けました。最初は下手くそやった。話すのも編集,編集するのも全然見てくれへんし、いいねも全然つかへん。でも3ヶ月頑張ったらちょっとずつ話すのも上手くなって、編集も グッドになっていきそしていいねやチャンネル登録者数もどんどん増えてきましたでその姿をできていない状態からできているところまでどんどん見せていく成長できるんやって全然下手くそでも初心者でも頑張ったらうまくなるんやってそれを見せることが一番子どもの力になると思うんです一歩踏み出す勇気それを育むことにつながっていくと思うだから 大人も自分たちもやりたいと思ったこと無理かなと思うことそんなこともあるかもしれないけど自分がやりたいと思ったことを正直に挑戦してみるうまくいかなくても大丈夫ですその姿を子どもたちはしっかり見ています大事だと思います この4つのコーチング哲学を意識して子供と関わっていくとお子さんのライフスキルがどんどん高まっていくと思います自分でやりたいことを見つけて自分ならできるんだって信じるそして仲間と一緒に力を合わせて最後までやり抜くそのような力が育まれていきますまとめです1やり抜く行と投げ出す行の違いはライフスキル非認知能力です 2やり抜く校は将来の学歴や年収や幸福度が高い傾向にあります3ライフスキルはいつからでも高めることができる4ライフスキルを高めれば学力の認知能力も向上する54つのコーチング哲学でライフスキルが向上する このチャンネルでは4つのライフスキルを高めるための具体的な行動習慣を紹介していきたいと思っています興味がある方は最新動画を見逃さないようにチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです今回の動画勉強になったためになったおかっち頑張れと応援してくださる方はチャンネル登録ボタンを押してくれたら嬉しいですあと1つ えー、やり抜く子を育てるための無料の LINE 講座をやっていますそちらではご家庭でどのように声をかけたらいいのかどのように接したらいいのかっていうのをより詳しく解説していますので概要欄から、えー、ご覧くださいはい、ジ・エンドそれではワンダフルな一日をお過ごしくださいご視聴ありがとうございましたバイバーイやり抜く子育てます